お目覚めはいかがですかって。眠いです、眠いです、おはよう。ヤスルパンさん、ポチありがとうございます。おはよう。ヤンマカウェブほぼマックス連長しました。ありがとうございます。なんでほぼあとちょっと。村さん、タコありがとうございます。おはよう。マックス行きましたって、ありがとうございます。あ、2数が10刻み？そういうこと？なるほどね。数若マックスですって。いや、本当にありがとうございます。うーん、おはよう。暗い？なんか目が乾燥する。なぜだ。明日で年取っちゃうの信じられん。え、まだ年取るとかのあれじゃないじゃん。めっちゃ目乾燥する、ホテルだから。おはよう。そう、ピンクですね、今日ピンクティーです。ピンティー、服部さん、かわいい、ありがとうございます。朝ごはんはまだですね。まだです。この配信は15分で終わります。おはよう。ワイもまだ何食べるの、顎がへこむ。たこ焼き？朝ごはん？今日の見どころ、今日の見どころはそういえばなんやろ、でもあんま言えんけどな。でも夜見どころあります。夜たこ焼きか。エビシューマイ食べなきゃ。チンしてくる？うん。おはよう。今日の髪型決まったって。逆に何がいい髪型？やめて、そんな顔見ながら。髪
髪型何がいい逆に。おはよう。今日は2階から眺めてます。2階か。ウニヘアは。え、ウニヘア。ウニヘア、ウニヘア流行ったこの前の。いや、みんな気づいてくれんかった。うん、多分分かんない、見とるかな。昨日もさ、まあ、ウニヘアの派生じゃない、クラゲ、海洋生物、うん、次何にしようかな。クラゲまで来たらさ、8本、8本いいじゃん。いいじゃん、8本の三つ編み、いいじゃん。昨日のやけんツインの4本ずつよ。あ、こっち。そうそうそう、できるかね。確かに、よくない。え、そうしようかな。ちょっと遊びすぎやね。でも確かに派手すぎん、なんか確かにパリピすぎ、すごいことになると思う、ね、シャツ、シャツ着てない。服部さん、タコありがとうございます。え、寝とる間にさ、シャツが脱げとるんやけど。え、着て寝てないんじゃない。 あったあった受けるんだけど。タコヘアありやな。誰だ、なっちゃんの下着泥棒は。誰だ。え、冷蔵庫なんか、うん、でもさ、髪やけんあんまチンしたら焼けてしまうわ。え、確かに。ちょっとだけ猫舌勢やけん20秒ぐらい。え、でもさ、うん、なんか冷たいと嫌じゃない。うん、え、でも髪やけんさ、焦げるよ。30秒ぐらいいけるんじゃない。30秒ぐらい。うまいとこやりますわ。え、保存方法常温なんだけど、これ意外じゃない。嘘、10度以下って書いてあったよ。そう、うん、いや、ほんまやん。消費期限とこ、あ、すごい、10度以下やったら伸びますよっていう。10月1日まで。素敵。え、すごいやん、明日まで持つ。うん、そう。たけるくん、タコありがとうございます。髪型遊びすぎたらさ、なんかふざけとんかって思われそうじゃない、さすがに。今日は ねいっぱい髪の毛、先週力をやめんといかんな、ね、なんか逆にシンプルにしたくなってくる。そう、ストレートとかにしたいじゃん。はい、見てます、見てきます。はい。あんな鍵忘れると締め出されるとか。え、それでも抜いたらさ、消える。え、あっちのなっちゃんのやつは。そうそうそう。あんま、クラゲモタ。いや、どう、無理。いや、いける。ちゃんと抜いて、うん、なっちゃん服着てます。やって。今持ってきたさ、これさ、うん、箸持って帰った。持って帰った。おー、ナイス。なっちゃん骨です。あ、そっけ、骨ない。先週役はね、ちゃんと落ち着いた髪型にするけど、朝昼は遊んでもいいと思うんですけども、タコな、絶対でも漏れんよね、タコって。何にしようかな、髪型。おはよう。千秋楽は大事だから。いるか、どういうこと。横でこうやってするってこと。何しよっかな。おはよう。あ、ポニテね、ポニテもあり。夜ね、ストレートおろししたいのにさ、昼派手にしすぎたらストレートに戻せんくなるけんさ、ヘアオイルとかいっぱいつけるけんさ、けんそんな、もうツインとかにしようかな。一周回ってツインティール。おはよう。いつも同じ髪型をしていた。皆さん、今日ヤンマガ最終日なので、最後のヤンマガの延長をお願いします。ヤンマガウェブ、
最後の山形、最後の山形です。お願いします。山がそう、チェキもありますんでね、ぜひチェキゲットしてください。毎回あります。しかも年に2回ぐらいしかない、貴重です。年に2回ぐらいしかないから。どこ端？え、私のカバンの中かな。そうですね。え、綺麗に探すね。畳んであげるよ、そして。畳んでるよ元から。またそれ畳んでもさ、もうそれのサイズはさ、畳むとかないけど、そのサイズに。こうよ、こう。え、割り箸あると思うんやけどな。持って帰ったんや、オレンジ色の。朝ごはんにこれ食べたら。オレンジ色の割り箸があるはずないけど。待って、おもろいんやけど、なんで。あのあれやん、レッスン上寒すぎて肌水止まらなかったやん。そういうこと。うん、大きい箱ティッシュを持ってきたんですよ。使ってないじゃん。え、治った。なんやね、風邪ひいたかなと思って。ちんとなー。そう、いつでも噛めるように持ってきたけど。オレンジ、あー、あった、これ、それ、やに入ってる。よしよし、割り箸に爪楊枝もらいます。はい、箸でいいんじゃない。舐めんやろ、だって。舐めるよ。そうそう、舐めんけど。箸舐める人だ。舐めんけど。箸まで食べる人。そう、箸まで食べるけんさ、あかんな、そりゃ。食べるけん、マヨネーにしとくわ。そう、エビシューマイだけじゃなくて箸もいっちゃうんだって。なかなか切れてないし、何しようそれ。これだけよ。あ、え、熱い？え、なんかね、うん、冷たい？あ、うまい、うまい、うまい。ウケる、その確認の仕方。こうやって唇で確認してるんだけど。でも熱いかどうか。あ、うまい、うまい、うまい。へえ。うまいですよ。エビ入っとる？入ってない？これさ、うん、エビ入ってるっていうか、多分さ、あ、エビの風味ってこと。具がさ、うん、具にもう練り込んである。あ、マジ。うん、食べてないの。うん、だって新品じゃんそれ。いやいや、え、他のアイトゥーズも食べてない。あ、食べてない、食べてない。え、今日もあるかな。でっかい方のさ、マジでさ、うん、え、なんか豚まんみたいなの食べたくない。丸いでっかい551のね、多分食べたい。自分らさ、大阪来たらさ、毎回これ食べたおけんさ、シューマイにしてくれたよね。え、でも今日来そうじゃない。え、あれ食べてみたい。ちまき、ちまき、もち米のなんか炊き込みご飯みたいなやつ。え、今日来そう。千秋楽ってめっちゃ差し入れられくない。え、確かに楽しみ。リクロ来てほしいな。ね、リクロをさ、かみつきたい。消費期限はね、10月1日ちゃんと確認してます。ね、今日豚まん来そう。千秋楽のさ、差し入れの量やばいよね。ね、いつもね、長机2つ3つとかね。ちまき、でも最近2期生さ、差し入れとあんま取らんくなったくない？え、確かにね、なんかがっついてないよね、うん、昔はさ、リハ終わった瞬間にさ、みんなが駆け寄ってさ、もうお腹いっぱい抱えてさ、こうやって戻り寄ったよ、みんな席に、うん、席ついて、はい、はいみたいな、これだけ取ったぜみたいな、うん、誰もそれしてなくない？もう、ね、自分ですら持って帰ってない。え、やしさ、する人もなんか落ち着いちゃったくない？わかる、なんかそれをさ、率先してさ、あ、わーってやる人もさ、落ち着いそうよね、なんかみんな、うん、全体的に。え、マジで差し入れめっちゃ余るし、だ、全然持って帰らん、みんな。マジ大人になったよね。そう、自分もそれと2個ぐらいしか持って帰ってない。待ってね、うん、
前までもっとひどかったよね。そう、とりあえずさ、クッキーも全部全部全部みたいなね。あ、もう余っとるけんこれ2個3つみたいなね。クッキーとか持って帰ってなくない？だって食べたいやつだけ持って帰るようになったよね。ね、大人になったわ。いいことね。差し入れ用にもう1個カバンいるんじゃないって思っとったもん。確かに前まで潰れるやん、いつもさ潰れる。大きいカバン持っていく。そうか、あのエコバッグ、エコバッグ持ってって。それいいね。そうけどね、もう2期生大人になりましたんで、みんな食べたいやつだけみたいになってる。確かに全国ツアーの気づきそれかもしれん。全国ツアーの気づき、自分ちょっと前から気づいとった。ね、あの4周年5周年みたいなのやばいよね。5周年みたいな、うん、周年は本当に差し入れパーティーだ。周年は結構持って帰るか、まだみんな。確かに、ね、数が多分あレベチ多いんかな、うん、レベチライブチ待ってアンパンマンやん。これを一口で食べれる人おる？つながってる。おはよう。じゃあそろそろ15分経ったかな、終わろうかな。天才的な温め具合だ。うーん、何起きたかな。インターホン鳴らしてみてあげると。みんなのおかげ。わ、暗くなった。あ、そんなの、そういうこと？これちゃうよ。本当よ。ね。ついてなかったんや。せや。じゃあそろそろ終わりますわ。ということで今日はライブ大阪千秋楽昼と夜ありますので、配信もありますのでぜひ見てください。そして山形ウェブが今日最終日なので、皆様最後までよろしくお願いします。じゃあランキング読むよ。13位コロンさん、12位カイケイヤポテオさん、11位ムーランさん、10位ルイさん、9位ヤスベイさん、8位花雪さん、7位理化学研究室さん、6位ムーランさん、5位服部さん、4位ミニマロンさん、3位タケルくん、2位ミキヤくん、1位ヤスルパンさん、ありがとうございました。ということで終わりまーす。ほなねーって言わな。ほなねー